もう石浦と何年目だ、もう6年ぐらいになるんですかね、ベストなパートナーだと思ってるんですけど、なぜか石浦と組んでから結果が思うようにね残らないので、2人が合わさって、取れてないっていうのは何か運が足りないところもあるかもしれないんで、今年はそう言われないように結果に結びつけたいなと思います。一回、ね、チャンピオン取るともう一度いい思いをしたいなという気持ちがさらに強くなってるので、チャンピオンコンビでまた取りたいなと思ってます。チーム強みなんですかね、自分でこうやってでも助けてくれるんで、コミュニケーション的には多分すごいいいと思います。チームが、ね、また新しくなったんでね、ドライバーに頑張ってもらって、あとミスなく前線戦いたいと思います。まあ、脇坂には負けたぐらいですね、はい。高木虎之助ってどうなったんですか？ファンの方です。まあ虎はね、言っても高木虎之助ですよ。僕らの時代の本当にスーパースターなんですね。だからその高木監督がね、僕を意識してもらえるっていうのは嬉しいし、そうやって意識してくれるなら僕もトークショーでバンバン高木虎之助監督をいじりたいなと思います。I'm very happy working with Nagayama-san. When we are racing cars, we try to beat each other time. Very competitive, but it's always fun. すごく難しいですけど、トヨタの中でトップ取れればチャンピオンにもなれると思うので、ぜひ熱い走りを見ていただきたいなと。まあ、やっぱ GT はタイヤだったり自動車メーカーが力をかけてやっているレースなので、一勝するってなかなか難しいカテゴリーなんですけど、まあそういった中でもみんなと共に勝ちに行かなきゃいけないレースだなと思ってます。まあどこにも負けたくないんで、優勝したいなという強い思いで開幕を迎えます。36号車、2人とももっと19号車なんで、あ、まあでも山県もそうです、監督でいうと脇坂11さんもそうですね。だからもっと19号車結構いいんですよ。彼らにはなんか前走ってほしくないな。毎年チャンピオン争いはできているんですけど、最終的にやっぱりチャンピオン取れてないっていうところがあるので、今年は何が何でもチャンピオン取りたいなと思ってます。かける思いなんすかね、難しいですね勝ちたいですトヨタスープラ勢の中では一番でありたいとは思ってます。強い36号車をお見せします。毎年毎年最後の惜しいところでなかなかチャンピオン取れないんで、まあ、今年こそはと思ってます。今シーズン出るレースは全ていい結果で終われるように頑張りたいなと。まあ、やっぱ僕たちは勝つことが仕事なので、スーパー GT はやっぱ大きな舞台なので、まあ、そこで戦えるってことは誇りに思ってますし、いい結果を出して活躍できるのが一番かなと思います。